いくよ。手震えてんなこいつ。夢を見て安心してた僕はデイドリームに遊んで彼女はクイーンというわけで、ね、長いな、長かった。いつ止めようと思った。今今日はセブンイレブン。セブンイレブン、やっぱ国民の味方ですから。そうだね、まあ必ず行くよね、セブンイレブンってね。一日一回はみんなセブンイレブン行くでしょ。うん、絶対行く。日本にもセブンイレブンあって、タイにもセブンイレブンがあって、うん、中のね、商品はちょっと全然違うから。違うよね、びっくりしたもん俺も。今日はセブンイレブンでおすすめのね、商品、まあ俺らがよく買う商品を紹介したいなと。なんか一言言ってよ。いや今日は、まあとりあえずね、あのタイのセブンはね、最後まで聞けよあいつ。お名前何ですか。ミルクちゃん。いいよ。いっぱい買い物してねだね、まあ、そうだそうだね、なんかここ緑茶とかいっぱいあるけど、日本人ならね。そう、こっちの緑茶ってめっちゃ甘いじゃん。もう衝撃的。白キャップのやつは普通の緑茶。白キャップ、あ、これだね。そうそう、これこれ白キャップで、これ白じゃない緑とかのキャップ買っちゃうと砂糖水に当たる。買おうと思ったけどね。なえ、何、あ、美味しそう。え、でこれ新品のお弁当だけど誰か一口かじってんの。え、さあ、まあ、とりあえずね、はい、買ってましたね。めっちゃ買ったね、やっぱ行くと買うね。まあでもとりあえず今回はね、ご飯系、うん、溶けるかもしれない。これミルクフラッペ、これこれやばいね、めっちゃうまそうだ、ね、これめっちゃうまい。これいくらだっけ。45バーツ、ビッグサイズ45バーツで、あまり苦手でモヒートで、あんまり甘くなくてね、めっちゃ美味しい。これめっちゃうまそうじゃん。うまいね。飲んだことないよ。うまいフラッペ、本当にうますぎちゃうこれ。うまいね、これこれマジでおすすめ。これ、まあ、これはこれはもうコーラ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 、ただはあの25バツのコーラでかいから買いましたね。これカップラーメンですね。これとトムヤム味とシーフード、うんうんうん、これだってうまいっしょ。だって日本にもシーフードあるしね。だからジョーカー、うんうん、そうなるか、そうなるか。ミルクシーフード、ミルクシーフード、ミルクシーフードでしょ。美味しそう、美味しい。これあのトメ君でしょ。色おかしいけどね、これ本当もう、なんで俺なんだよ。じゃあちょっとシーフードだからね。うん、美味しい。シーフード、これ18バーツだっけ。18バーツ、どっちも18バーツ。70円ぐらいだよ、70円ぐらい。そんな辛くないっしょ。激うま。え、いや待って、全然辛くない。でも辛すぎずだね。もうちょっと食べやすくしてる。うん、そう、トムヤム君苦手な人もいると思うけど、これは、うん、まあ全然食べれる、食べやすいよね。じゃあ、おいしい。アロイマ、おいしいです。マキワホーみたいになっとるわ。タイのコンビニといえばこれですよ。これはね、ホットさんね、ちょっと封開いちゃってますけど、ホットさん、これ25バーツ。これが25バーツね。25バーツ、いただきます。ハムとチーズ、うん、これまずいわけない。迷ったらこれ買えば間違いないです。そうそう、うん、はい、そうですね。いや、全然こういうの気にしない。俺の口じゃここじゃん、おい。じゃあ次はお弁当ということで、うん、今日はこの親子丼とネギ塩豚カルビ、ね、これも多分日本でも定番。59バーツ、200円ぐらい。安いね。そうだよ、日本だったら300円超えてたもんね。これジョーカーでも、でもうんうんうん、この格差はどうした。いただきます。めっちゃうまい。え、でも日本と味一緒なんじゃない。味マジで一緒。めっちゃうまいね。
59バーツ。はい。はい。次、親子丼。あー、なんかすげえ、すげえ。すごい。ちょっと天津飯っぽい、ね。天津飯っぽい。ね。すごい。あ、いい。セパレート式ね。なるほど、分かれてるんだ。すごい、すごい。天津、親子丼。全然違うね。美味しい。やっぱ美味しい。親子丼で外れたらちょっとショック。なんか意外となんかね、パッケージとかがなんか微妙だから中身どうなのって感じだけど。ちょっと心配だったんだけど。うん、食べる？うん。ご飯。はい、じゃあ次はこれ。これもうモヒート多分超ゴリ押し。本当にゴリ押しされてましたから。アンパン、まあ、ただのアンパンなんですけど15バーツで、うん、いやめっちゃ美味しいの。超パンもちもちで本当に美味しかった。ちょ、食べていくよ。手震えてんなこいつあーうわー。いや、まあこれは絶対ね、これはもう、うん、まあ外さない、外さない。美味しいよ、本当に。これは本当にこれめちゃくちゃ美味しいから。美味しいです、美味しいです。ぜひね、朝ごはん。これ最後ね、プレミアムロールケーキね。プレミア、こんなタイに売ってあるんだみたいなね。でもクオリティ高いよね、うん、こういうのあるじゃん、日本にも。ある、ね、29バーツ、プレミアムロールケーキ、とても美味しそう。甘党といえばジョーカーだから本当に食べたかった、うん、じゃあどうぞ。じゃあいただきますよ。いや、これはあ、しますよ、そんな。あー、食べたい。絶対美味しいやつでしょ。いや、これ美味しい。やったよ。え、罰ゲームかな。だってこれ見てこれ。うん、分かる。この辺が一番美味しい。うん。うん。え、クリーム甘すぎない感じ。え、これ。そうそう、これで。うん。パン。うんうん。一番美味しいところいかれたね。外さないね。外さないね。さあ、というわけでね、もう全部食べましたけど。食べましたね。ね、きつかった。お腹いっぱいですか。そうっすね。まあ、お腹いっぱいなんですけど、まあ、全然これくらいだったら全然食べれるかなと思うんで。だから雑魚でも怖い、これ誰マイクも持たせたやつ、これ本当に。こちらで攻めるのなんか、うん、全然日本と違って楽しい。新たな発見がね、うん、そうあったよね、ほんとね。だから日本の商品よりもベースがちょっと安い。そう、安い。多分ね、もうタイ在住してる人でも、もう旅行で来る人も1日1回セブンイレブン行くでしょ。行くだろうね。だからまあね、ちょっと軽食だったり、食べる人にはちょっと参考にしてもらえればな。てな感じで、今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、ほんと。次回も絶対見ろよ。良い子のみんな、チャンネル登録よろしく。高評価もよろしく。どけ。